始まったぜ。万博だ、ここが万博だ。動かせねえ。なんだ、電車ごっこか。こんなに人がいるなんて、日本の大衆だろ。あ、人混みに人酔い、ある、わかる、酔うよね。俺も酔っちゃう。大きな骨が終わってね。大きいの、うん、パッカンしてる。したらば入りますかね。だか万博って何年に1回あんの、そもそも。25年に1回とか、そんなわけないか。いやでも20年に1回じゃない。機械部門楽しみだな。ロバートさんは楽だわ。ミスターロバートって言ってたから。これ人工太陽見ようぜ。おいおい、体力の方がいい。ここ入れんかったよな。行こうわ。やっぱ入れんかったとこに行くの迷ったかも。いや俺も迷そう。さすがにこっちは何があるんでしょう。あとラウンジでげ広い。やっぱペルシャ絨毯じゃないこれ。どこ回るかな、どこ回るかな。お金欲しいねえかな。自販機の中探せ。あるぞ。俺はちなみに探してました。探したことあります。お金がなさすぎて。角だそこに絵を。怒られるぞ。これもアートだって言うかもしれんけど、万博の人なら。職人すげえな、マジで。畑仕事思い出すな。こんな熱帯雨林で何育ててたん。でっけえ花だ。猫背だ。得体の知れない。やめろ、パラサイトイブの話をするな。すげえな。俺が一番、あ、でも、あれ好きだな。ウツボカズラ好きだな。結構ベタだけど。ハエトリグサとか。なんか食虫植物って、なんかね、動く植物好きなんですよね。まあ、ウツボカズラは動かないけど、オジギソウとか好きなんですよね。えやーんってなるから。恐竜展だ。何なんだろうね。何恐竜なんですか。全然わかんねえわ。これだ、怖いひょう。かっこ、恐竜飼ってみたい。すんごいや、強そうだな。で、恐竜な。恐竜、ちっちゃい頃全く興味なかったな。今もそんな興味ないけど、恐竜自体には。いや、なんかあるやん。図鑑とかって小学校の時あるじゃん。俺、図書室に浸りまくりボーイだったから、日本の偉人とか世界の偉人とか、めちゃくちゃ読み漁ってたの。その日本の歴史、世界の歴史、偉人、だからシュバイターとかね、ヘレン・ケラーとか、モンゴメリとか、めちゃめちゃ恐竜いかんかったな。恐竜とかみたいな。人体のレシピじゃない、なんだやばいの。人体の不思議みたいな、そういう体、なんか、本当にそういうね、本は見てたりしたんだけど、植物とか、昆虫とかね、あるじゃん。なんだっけあれ。どういうジャンルだっけあれ。忘れちゃった。ポプラディアだ。なんかポプラディアみたいなやつ。知らん？なんかあってんの、そういう名前のやつ。それでいろいろ見てたんだけど、恐竜だけ見んかった。水族館。これは？これ水族館だよ。なんてかわいそうなこと。なんで？やっぱ自然を愛せる人と、やっぱそれが合わんよな。これをね、どう思うかで変わるような。まあ、閉じ込めてしまってるっていう風に捉えるのか、なんだお前かわいいな。そういう、まあもう一個出てこないですけど、閉じ込めてるか、まあなんか自由ではないけど質のいい生活をしてるっていう風に捉えるか。まあ、俺は別に水族館好きだからかわいそうと思ったことはないですけど、真逆にいいんじゃん。はい、怪獣見たいよ。怪獣？これで一応一周したかな。イベントが進みそうっすね。あ、進みそう。息苦しい場所だね。何しに来たんだよ。
あ、メイドいる、ちゃんと使ってみる。イチゴあるもん、これ。イチゴのヘタが取れた。いる、それ。まずヘタ取っただけっておもろすぎるやろ。バージル飲んでみ。バージル、ローズウォーター。マジ、バラビザあった。冷蔵庫、若返り、やばすぎだろ。礼儀正しくお辞儀をすることもいいぞ。文句言わずどんなだったよさっき。あ、ほんとだ、礼してる。うわ、すげえすげえ、無限に礼してる。終わったか、これだけ。なんか行くたびにイベントが。あ、帰ってきたか。え、終わり。そら、ふんふん、金持ってる人、お前絶対スリだろ。偏見だけどな。終わり。え、嘘、これでいいのかな。人通り見たら終わり。もう全部見たよね。なんかある、まだ。ちょっと待って、嘘だ嘘だ。あ、エヴァレットさん、もう帰ってみる。もういねえしな、あいつ。あいつ、いや、わかんねえけど。あ、てか、こっから、あ、わかる。ローズウォーターだ。ローズウォーターでヘンゼルとグレーテルすんな。リッチな、リッチなパンの耳あんな。どうする、マジ。いや、ないけど、入れる。どうするよ。もう十分やったくね。見に行ったけどな、まだ行ってない場所あったか。裏口はもうあれだし、一旦帰ってみようか。はい、ポンポン噛んで本当助かるよ。あー、結構役立ってるんだね。よかったよかった。おらん、マジで。まだ万博行けってか。もうないよ。いや、わかんねえ、ないだけかもしれん。ないと思い込んでるだけかもしれん。いや、もう万博行きやすか。バンバンバンバク、一本バンバク、うん、やば。どうしよう、暇だな、この移動時間。特に話すのもなくなってきちゃったな、ついには。ドゥルドゥルじゃあな、ドゥルドゥドゥン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 。あ、まだあったわ。上下移動あるんや。エレベーターでしょ、これ。人工タイヤと、危な危な。魂の檻。やっぱ、ラトリアの塔じゃん。なにこれ。魂の森、攻撃アイテムか。ちょっと待って、 L ボタン完全に上が上に行かなくなっちゃった。ちょ、コントローラー壊れた。ちょっと待って、ちょっと待って、耐えるわ。コントローラーもう一個あんねん、これ。用意周到だからな。いや、もう、いや、もうここまで肩来てると思ってなかった。
あ、治った。あ、よかった。はい、どっかにあったね、魂の檻。あ、分かった、思い。邪毒性。やば。おい、やばいな。おお、太陽の日焼け、知らん。するかもね。おでんと様？あ、おてんと様か。ベジータ見たらちょっと嬉しがるやろな。これパワーボールか？ふん、地球人もいいもの作れるな。いや、そんなのほほんとしたベジータのランはこの世に。なんか話したりしないですね。降りましょうかね。もうないよね。あ、イベントもないと。とりあえずこっちで見ようね。あ、イベントだ。動け。何か起こっているのか。あ、どうしよう。これちょっと変だな。ええよ。いやー、かわいい。若返りが実体化されたらやべえよ。俺が自然はね、私重要ですよ。いや、共存ってむずいよな。まあ、木々とかは、かん、なんだっけ、あの、間引きとかで必要になってくるからな。こっち行ったっけ、俺。いや、こっち来た気がする。で、こっちがぐるって、なんだ、お前、あ、エバルトさん。してんの。でも君たちの手を借りるほどは忙しくないんだよ。結構見て回ったんやけどな。あ、あの人だ。怪しい人。怪しいな。なんだ、チーム組んでんのか。珍しい、エヴァレットさんがあの走るのなんて。めっちゃ走るな。ちょ、見ていこう。動物がこの話してたの、エヴァレットさん。行ったろ。お邪魔します。閉まってる。閉まってるな。何？最近怪しい動きしかしないんだよな、エヴァレット。まあ、ぐるっと回ってみるか。もう一回逆回転。これなんだっけ、このクソデカハス。名前なんだっけ。なんかあったよね。まああるんだろうけど、絶対。いや、なんかね、あったのよ。植物園はあったから。俺らが遊ぶ場所って植物園しかなかったから。嘘だけど。植物園あったから、たまになんかね、ちょくちょく行ってた。けど、何も覚えて、あっちっていう感想しかない。植物園マジね、熱帯雨林ゾーンとかが、あと熱帯ゾーンとかあるせいで、バカスカに暑いんだよな。暑いし、蒸し暑い。終わりみたいな感じだったんだよな。これでイベントが、あ、夜になるとお化けが出る。あー、いいね。決まり。言うな。守る。アルテマ。いや、行こうか。決まりがセフィア版のさ、ど真ん中、しかもなおかつアルテマをさ、隠し持ってるのマジ腹立ったな。お前龍拳だけしてろっつって。別に嫌いではないけど、 FF10 でな、一番好きなキャラクターはね、リュックですね。ちなみにリュックです。リュックなんですけど、エースオブザブリッツでボールをトスする人は絶対ルールーでした。あれ何なんだやろな。なんか友達がいたらね、友達もルールーっつってたんだよな。ルールー以外できねえのかと思ったわ。バグあれ。あ、でもね、FF7 のね、あのデートイベントはね、ユフィでしたよ、俺。ユフィでした、ちゃんと。うよ。ユフィが一番好きで、FF7 のあの女の子のキャラで。で、初見で初め、本当に初めて会った時に、ユフィがデートイベントだったの。で、オリジナル版でやってて、で、インターナショナル版やる前に、あれをやったのよ。あの、アルティマニアって、攻略本、分厚い攻略本買って、で、見たら、デートイベント、
一番難しいらしい。バレットと同じなんて難易度。難しさが。だからエアリスとティファを、なんかどっち選ぶかみたいな、ちょいちょい話しかける順番とかあるんだけど、ユフィに話しかけたりとか、ユフィと、エアリスとティファどっちに話しかけるとかで、話しかけないとかをやらんと、ポイントがね、どうしようユフィ以外の二人が上がるみたいなあったんだけど、なんか奇跡的に俺ユフィだったの。すごくない？じゃあ行こうか。多分俺、FF の作品で、でも好きな、一番可愛いなって思った女の子は、いるのってでも、セブンとね、テンとかかな。あ、でもテン2のユーナの服は好き。あのガンナーの。あと何があるかな？5とか、6は一番キャラ多いからあれだけど、あれだな、なんだっけ、キャラクターだったら、あまりいなかったよね、セリフと。ティナぐらいしかいなかったもんな。他におったっけ、女の子。いや全然覚えてねえわ。いやまあでもティナかな、普通に。いやセリスの美術、あのシーンは好き。オペラは好き。ガンガンネタバレしてるけど、まあいいよな、古いしな、昔のやつだし、何もってもらうし。あ、こっちだ、これやりたかった。どうだ。やばすぎそう。4もやばすぎ。よし、まあ俺は FF 界で一番好きな女の子はもうユフィなんで、それ譲れないっすね。エイトはキスティスさんですね。あれさ、臭い息って言われるのさ、別にいいんだけどね。俺も臭い息吐きまくってたし、キスティス先生で吐きまくってたからあれだけど、なんかね、仲間と認めた後のあの可愛らしい感じ好きなんだよな。最初は先生を意識しすぎて、あの気真面目になってたけどね、それを砕ける瞬間が可愛いのよ。何を言ってんの俺は、このロンドン精霊探偵団で。敵が出てきちゃった。まあ、最初はね、セルフィーがね、活発で、はつらつとしていて、キャワイいなーってなってたんだけどね。キスティス先生いいっすね。俺はキスティス先生自爆させましたけど。すげーっつって。完全間違えた。話すことに夢中って、こいつ何あげればいいんだ。手錠だ。逮捕状だ。ほら、セリポン。人見な。いや。逮捕状何に使うんだよ。逮捕状や手錠は。誰よっすか。いや。ドン。デルテン。9は A 子だな。ちなみに、ガンガン FF。いや、キャラクターが分かりやすくなってくるって言ったら、やっぱ、6からやからな。どちらか7からかな。ポリゴンで 3D になってるみたいな。9は、やっぱ俺ね、ちびっこがね、頑張ってるのが好きなんだよな。え？暗。は？何？え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 ？何？強制なんだけど。白い光。何聞く？白い光だろ。この辺だ。真実の鏡。ほら。全然聞かんな。燃えてるが。は？
待て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 、落ち着け落ち着け。は？いや、おかしいだろ。なんだこいつら。やるしかねえ。破裂打ち、ドン。よし。でも弱いから後輩攻撃をしまくればなんとかなるのか。いや、水しぶき。火だったら水だろ。あ、全然効かんわ。なんだこれ、舐めてるわ。熱い熱い熱い。終わり終わり。ここ難易度高すぎ。じゃバージル来てよ。やばいんだろこの時期。やばいんだったら来てくれよ。やばすぎだろ。パウス神戸ガンガン食えるよ。ガンガン食えるのやばいだろ。それであのあれか、エヴァレット先生が言ってたとこ行くか。これまだまだかかるぞ。え、うん、あんた帰りたいんでしょ。いや全く、待って、メイドは、メイドはいない。え、メイド消えてる。消えてるガロー。ダメ、メイドがシャンブルスしちゃった。まあ、あいつだけであれば、体力低いっていうのがまあ幸い。なん、は？いや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 。おかしいおかしい。いや、精霊探偵団しだすの急に。おかしいだろ、これなんだこれ。ほら、まっか。魂の蝶。これ蝶なの？おかしいだろ。まあ、しゃあないか、ぶったたきで。いや、ちょっと魂の蝶。効きそうなやつ探すか。時と石？はい、危険。お前の、は？クソ雑魚やったか。破裂打ち、これ、いやいやー、は？ガイルかよこいつ。いやいやいや、瞬刻殺、やばすぎる。痛い痛い、なんだよなんだよ。いや、モーションの割に弱え。なんだお前ら、やめろや。いや、とりあえず2人殴りで こっちの魂の蝶は終わる。右は終わらん、こっちは終わる。いや、これでごまかしてもらって、攻撃力が、攻撃がめちゃくちゃ上がる。あ、いいだろ、すごい。何してんの、こいつまして。何聞くと思う、蝶でしょ。ヤニ袋効かね、くせえっつって。あ、クソ箱やったわ。ダメだ、痛い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 。めちゃくちゃやるわ。トーヨンできた、いやー、これがビワだ。トーヨンできたってビワとか三振とかその辺だろ。あ、サチューじゃない。はぁ、はぁ、強っ。こそ死なねえし。いや、痛い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 。なんだお前、一か月ぐらい。てか二人殴りしちゃったわ。ふざけんな、それ殴った方が早かったわ。ふざけやがって。ジューシー肉まん、やった、シャオロンパウズを超えたぞ。ちょっと待って、パンはあれやから、魂やから、足りねえかも。足りるんだけど、まだあるから。びっくりするら多いな。はい、行こう。やばすぎ。え、帰りたくないよ。なんで帰りてんだよ。一旦ここ行ってみる。一番怖そうだけど、これ。あ、いや、敵かよ。拾ったかと思ったのに。昔見てたアニメをもう一回見たいなっていうことがありましてね。うん、あるよな。でもデジモンとか見たいんだけど、覚えてねえんだよな。そう、だから見たいなと思ってるんだけど、結構みんな覚えてたりするよね。あ、見返してんのかね、覚えてる人っていうのは。なんかね、全然覚えてないの俺。あ、お
覚えてる人羨ましいなと思って、俺草どうでもいいことは覚えてんだよ。2歳ぐらいの時になんかアルコールが入ってたらしいゼリーを間違って食べてなんか酔っ払っちゃったみたいな、親が食べるような、親父とかが大人のなんかでアルコールとかなんかラムレーズン的なやつを間違えて食べちゃったらしくて酔っ払ったみたいな、なんかその時のね記憶はあんね俺。そうなんかで、ね、ヘベレキになって、ヘベレキじゃないけどなんかなってるのもあった記憶にある。後から聞いて、ああ俺酔っ払ってたんだ、わかんねえのかよこれ、バラマク。これ叫ぶとき当たってたら腰切れてたの、はい、ああ死なんが。ほら特大仕掛け打ち、わーよーし、ゆっくりさ当たりそうで当たらんのマージ腹立つな。いや、もうこれはぶん投げて、あーよっほよっほっで、それマジで早く殺そう。ダメなんだ、一旦離れて撃つ。いや、こいつの行動早すぎだマジで、えげつねえから強いの。気合い込めてる。バン。ぶったたき。二人殴りでやるか。いや、ぶったたきだな。一体消した方が絶対。届け。よしよし、危ねえ。いや、これはえぐいぞ。こっからはもうぶん投げる。頼む、コーランス。オッケー、危ねえ。なんだこいつら、マジ強えぞ唐突じゃない、能力値の上がり方。また不安定か、買った方がいいな。いここであれだな、あ、そうや、取ってね、時の石、わかった。この時にやることは、お前らはアイテム買うべきだったのっていうのを知らしめてるから、次の回めっちゃ買うよ、全部買う、ビビになって行くぞ。まだ金かかってんの？いや行くよ。なんで？え？帰らないといけないのこれ？なんだよそれ。つまんねえの。つまんない。あ、裏口開いてんじゃね？帰るか、仕方ねえな。逆走できんだよ、こっちから行けんかったから違うルートで行けるとかない。時の石拾ったってことは時の石を使える敵がいるってことじゃないのか。あ、イベント、誰かいるみたい。あ、出た、あの人の気配がします。でもどこなんでしょう。精霊探偵団ですけど、チェース、こんにちは。はい、幽霊みたいな、聞いちゃった。この幽霊よ、もう入りましょうよ。やだよ、行こうや、行けるんや。何もなし、じゃあもう片側からがっつり行ってみて、なぜか先に進めない、行ってみ、行けんから、ほら閉鎖空間、無機何やってんだよこれ、おもろいな、サムネかもしれん。行きましょう。なんであっちから行きましょうって。もう一回行くのこれで。もう一回行けんのかよこれで。
何かあんのか、植物園のところに。あ、いけねえの、なんだそれ。本当は先にあの見えない壁を見てた方が良かったのか。なん、なん、おい、わっ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 、こうだな、くたばりだ、かっけー。いや、マジやべえ、人もやったか、マジで火でも触れているのか。いや、もう気が違いけるわ、やばすぎ。いや、無理、ぶん投げますと。フランスしています、グビャー。ちょ、マジで破裂打ちしまくらんといかん、これ。えげつねえ、こいつらやべえ。でも経験値超うめえ。蝶々よりかはもうこの白い光で大量殲滅大作戦で一人50とかなんかもしれんな、8体ぐらいいたしな。蝶々はやばい、まあ、蝶々くんなお前。蝶々し光も影もまた遠くて、それでも僕らは優しさより理由は知りたい。じゃあ殺す、バン、チャインガイ、バラマク、さあ終わり、当たれよマジで、ゴー、オッケー。いや、ちっちゃい敵ってそういえば当たりづれえなってあったけど、あの白いやつはバカバカ当たるな、ありがてえわ。帰るか、帰れねえ、帰れよかった、本当にしくじったよ、知っときゃ帰ってたってのな。おい、ちょうちょやめてや、本気で殺す。6大地ドン、150で生きてる、2人殴りで違う、撃っただけで終わらせるやん、まず。はい、人生チェックメイトで、ここでアリエス1回行動できるので、ここで思いっきりぶん投げる、うん、絶対ダメです。でもこれはもうしゃーない、絶対に行動的になるから、その後に気合い込めて撃てば、まあ、考える限り最低のダメージ量で相手行動回数倒せると。うーん、完璧。アリエスは小籠包を熱々のまま食べてください。うわー、マジかよ、まだ来るか、止まらねえな。なになになに、なんでだよ、おかしいだろ、先制攻撃やめろや、俺はできねえのに。俺らの先制攻撃ってなんかしてる感ねえんだよな、たまたま俺らなんか足が速かったみたい。なぜ夜になっていなくなんだあいつ、つらみ。あ、それは熱いな、バラマキで。いけねえ、いけねえし、なんだそれ。はあ、投げるか、よいしょ、うん、生き残ってる。あ、でもその距離近づいてくれるのは、でお前ら、いや、そっち行くか、いや、そっち行くか、微妙だな。いや、動きすぎ、動きすぎ、俺動いてないよ一本も、バカにすんじゃねえよ本当に。投げ上がって5 4 5 5、ほぼ5だな、じゃあこれいいや、終わり、楽勝なんだよな。お前それやってこい、一生次攻撃だけしてこい、それで。無理だ、
であれば普通に近づいてバーン。はい、オッケー。でどっちか分からんけど、2人殴りしとけばどっちが死ぬ、終わるはず。オッケー。あ、全部やった後に死んだかどうかの判定か。終わりだな。はい、どうぞ。よっしゃ、経験値でももらえる割にレベルが上がんなくなってきたな。相当、いや、まだまだじゃん。アリエさんはレベル上がるけど、俺もう上がんねえ、レベル簡単に。で、T 飲み。よし。帰ろう。帰らせてくれ、帰りてぇ、マジで。わぁ、わぁ、わぁ。バン。いけんのあれ。あれいけるんだ。じゃあ行ってこよう。いや。32。やばすぎ。あ、でもこっちにみんなが集まってるのであれば。近づいてくれ。近づかねえ。これしかねえな。完璧だべ。防御力関係ねえんだよな。こんな小手先の防御力上げ上げマシーンじゃ何もできないってことを思い知らせてやると。はい、いいランス。しょぼーい、しょぼびー。届いてないよね。全部攻撃でだったら、もうやれ、もう破裂打ちでいいや。もう普通にさ、5でこの威力はね、コスパ良すぎ。いくらなんでも。はい、ぶったたき。おつー。強っ。ぶったたきもこの威力が出るっていいな。手品師の真似。お。なんだ。いいね、新しい技覚えた。多分必殺技だと思うけど。おい、キャッ、めっちゃビビってる。人は高さに最低。やはりここにも力を持つよそ者がいる。僕も行く。遅えんだよな。早く来いよ、マジで。ちょ、こっち行きたいんだけど行けねえんだよ。これは、バージル。行けるの？行けねえの？バージルがおるときの人工太陽ある。これは人工太陽ではない、ウィル・オ・ウィスプだ。ありきり、なかったわ。敵出てきたわ。なんだそれ、敵出てくんなお前。もうトイレ行きてんだこれは、ずっと。は？そうでけえコウモリ出てきたけど、なんだお前。コウモリキッスはもうようわからん。はい、ぶった敵で、みんなが近くに来るようにして。あ、でもこれでジャセールいける。テスカポトリ、あ、なんか言ってたな、テスカポリとか。でもこのメルジーノで、はい、メルジーノ最強やからこのゲーム。分かった、メルジーノ最強。バージル強え。なんか分かんねえやつ、エイヒレみたいな敵味方。はい、オッケー。もう気合い込めて、コウモリキッスで、バーン。終わりってばよ。強っ。いや、マジで安定するな、バージルおったら。だから特攻アイテム並みに強い。特攻アイテムを後輩にばらまいてるから、ありえねえんだよな。もうやだな。打っただけ。
確実に行った。ベルジーヌやらせていただきます。ドアアイテム4か。いやこれで 5いける。はい、ベルジーヌ。いやマジで、ほんとに。いや銃って何だけど、いや銃のこの威力やばい。また銃消費でこの威力やばぴ、やばすぎだろ。威力どうなってんだよ。防御力上げるだけで2段階上がる。防御力4段階上げてく。帰りな、1階へ。防御力アップなんか効果なくね。さあ行きましょうか。おら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 、ガンガン行こう。もう急げ急げ、行くしょね。こっちこっち、何やって帰りましょうよっつう。イベントか違う。ただバージル戦闘行ってただけ。あ、行けるようになってる。え、これ行けたの。あ、行けるんだこれ。あ、そうなんだ。なんか出てきそうですね。やっぱ行こうか。あ、何イベント、この奥、心の準備はいい。もういいよ、勇気のある子たちだね。君たちならさあ行こう。行きましょう。どっち、奥ってこっち。そんなわけねえよ、こっちだよね、知ってる。さあ行こう。なにこれ、ぷよぷよですか。やばやばいやばいやばい、劇画タッチでぷよぷよ始まったぞ。これやったら俺も連鎖狙えるかもしれん。おかん、なんで通過すんだよ、おかしいだろ。ぷよぷよじゃん、ガチで。何、いやそれはいけない。え、いやわかんねえ、完結させんな。は、フールズクイーン、何それ。時の石効くんじゃね。いや急にやべえやつ、時の石だ。はい、ここは本気に行かせてもらうよ。で、多分ね、これ使うと勝てないね、能力が多分相当強いもん、これ。ライブラとかがないからさ、能力値わかんねえんだよ、あいつの。え、え、え、なになに、え、え、やばいやばいやばい。え、なに、いや、わからん。わからんの、ね、やめろ、マジで。ほら。あ、どうせだら、バージルはさ、技出してもらおうか。精霊の技見せてもらおう。せっかくだし。俺は正直全部見せてるからいいわ。はい。え、左利きだったらちょっといいよな、やっぱ、主人公は。やめてー、痛い痛い、はっ、でも、まあ、ヒットだし。あれ、え、なんか2個ある。フェニックス1、1は、あ、2個ある。重ね掛けもこう、あ、じゃあ最初にこれやっとくか。ほら、出てこい。やば、びっくりした。マリオパーティーであるやつ、こういう岩壊してみたいな石像作るやつで。麻痺直すか、さっきに。きつい香水で。はい。直しなさい。変や変な顔してんな。次は何ですか。いやこれはなんかあるんだよ、効果が。いや何もね、それなんなんマジで。ハズレか、向こうからしたら。いやマジジョーク、トランプのジョークが弱いや時の石強いな。5000、叫ぶときは、この音強くなるの嬉しい。正直ミルクティー、いや優雅かよ。フールズクイーンらしいな。なんかアップルティーとか飲んでほしかったな。よくわかんねえけど。愚かね、あんたたち。すぐ死ぬくせに、文明の繁栄だって見てると本当に面白いわ。私は愚者の女王、人の虚しい声を嘲笑う者、せいぜいもがかいいわ。みたいな。ってことで、ここを閉鎖することできない。むちゃ言う、どうすんの？
いや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 、帰んな帰んな。私わかんない。子供っぽい、ここで。あ、終わった。精霊たちの集まる場所か。あ、これは大怪獣 P。合います？これ、しかもあれじゃん。語尾が伸びる人じゃん。そんな見た目だったんだ。意外となんか、知的な見た目。って言っても、私が頼んだんですから、つって。おっとり。でも、おっとり系ってよりかは、なんか、見た目だけで言うと、真面目系って感じ。まあ、見た目で判断しちゃいけないよってことで、今回はここで終わります。次回もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。バイバイ。